OM642OM642 OM はメルセデスベンツの V 型6気筒ディーゼルエンジンの系列である。従来の直列5気筒及び直列6気筒ディーゼルエンジンの後継として開発2005年に発表されたダイムラークライスラー時代のエンジンでありクライスラー車にも搭載された。北米で販売された車種に搭載されたため二千七年と二千八年にワード エステンベストエンジンに選ばれている。補給類を含めたエンジン全体の形状を立方体に近づけて、車体パッケージ効率を向上させる、ワンボックスコンセプトに基づいて設計されている。クランクシャフトは4ベアリング構成で、バンク角は72度になっており、左右バンクの間に、吸気系やターボチャージャーなど補給類を配置している。また、同弁系は DOHC の4バルブで、 ローラーロッカーフォロワーで作動され、カムシャフトは排気側をチェーンで駆動、そこからギアを介して吸気側を駆動するなど、コンパクトな設計になっている。燃料噴射は最大噴射圧力1600バーのボッシュ第3世代のピエゾ式インジェクターを使用するコモンレール直噴使用である。ピエゾ式インジェクターを使用することで1年章あたり5回の噴射が可能になっている。 排出ガスの後処理には、重量車用は、尿素、SCR システムである、ブルーテックが、軽量車用は、NOX 急増還元触媒が、それぞれ採用されている。このエンジンは、平成14年自動車排出ガス規制や、自動車 NOX、PM 法を、クリアしており、2007年12月に発売された2008年モデルから、平成17年規制へ適合した。 C クラスから S クラスにまで搭載され、最も高出力のものは、最大出力1 9 5キロワット、最大トルク620ナノメートルとなっている。ドイツ、ベルリンの工場で生産されている。ありがとうございます。